新井監督、相手を褒めるしかない。広島打線がまたも阪神高橋の前に沈黙した。前回5回無得点で復帰星を許した左腕との再戦で5回まで1安打。6回ノーアウト1塁も併殺で活かせなかった。3点ビハインドの7回2連打と相手のミスからノーアウト満塁。変わった石井から菊池の犠牲フライで1点を返すも、高橋に連敗となった。新井監督は、前回よりも制球が良かった。相手を褒めるしかない、そんな投球でしたと素直に認めた。広島は前夜に劇的な勝利を収めた巨人戦が行われた東京から、この日の朝に帰ってきたばかり。通常14時から始まる練習を1時間遅らせ、早出練習はなし。コンディション調整を優先させた。21日巨人戦で右ふくらはぎに送球を受けた秋山も、2戦続けてベンチスタートさせた。それでも9回は1打同点と阪神を追い詰め、2位巨人も敗戦。指揮官は勝負どころを9月以降と見ている。引きずるような敗戦ではない。新井監督余裕やな。負けた瞬間、笑ってたやん。松田の阪神戦、勝てないね。よう負ける。明日は打線がうまくいきますように。今年もカープの優勝、連覇は確実です。巨人ファンの皆さん残念でした？これで V 一してア連覇されたら笑うしかない。しかしビジターでも、あと一球、やり上がる阪神ファンの感覚がわからん。歌って踊る隣国のカルト宗教かよ。同じ投手に何回も抑えられて話にならないよ。残りの阪神戦も高橋遥人は投げてくるだろうから、しっかり対策して攻略してくれよ。野間は守備範囲が広いのだが、フェンス際の打球に滅法弱い。赤松だったら、今日の打球は全部取ってる。カープはあと15杯くらいはできるから、コンディション優先でいい。特に最後連戦があるし。そろそろ、大瀬良に楽な勝ちをお願いします。愛想尽かして FA しちゃうぞ。黙りかねた監督に打撃指導させてる朝山は今季で解任やろ。大竹や高橋みたいな苦手な相手をあまり作りたくないね。新井監督は無双の春人を知ってるからね。